雨や言ったら雨みぞれになってきた。うまそう、やばい、うまそう、あうまそう。うわあ、なんでこうなるかな、ほんまに。今日の はい、こんにちは、あずきデラックスです。今日はね、奥琵琶湖キャンプ場に向かってますね。向かってますというかね、今休憩中です。高速降りたところにね、平和堂さんがあったんでね、お弁当買っちゃいました。お弁当ね、大きなアジフライ海苔弁当ですね。そしてこれ、おはぎも買っちゃいました。そしてね、こっちも買っちゃいましたよ、ふんわり揚げパン。これめちゃくちゃ美味しそうでしょ。しかもめちゃくちゃ安い、税込み193円。めちゃ安ですね、これキャンプの時に食べようとね思って買っちゃいましたね。めちゃくちゃうまそう。しかも今はこれだけにしておきますね。温めてきました。タルタルかな、これタルタルつけていただきます。うまい、うまいわ。天気といい、最高やわ。今日はね、めちゃくちゃ晴れてるんですけどね、めちゃくちゃ強風なんですよ。やばいかな、これ大丈夫かな、ほんと不安ですけどね。でもめちゃくちゃ楽しみです。アジフライ最高。春キャンプ想定してきたのね。また雪降った、また雪降った。してくれるかな。あ、触らせてくれるわ。あらあら、嫌かな。かわいいね。おりゃおりゃおりゃ。ボキボキなんかいっぱい。ちょっとなんかボロいな。よし、今日の方はバンドックの幕になりますね。
降ってる。やべ、やべ、やべ。前回ね、この麓っ腹で折れてしまってたポールです。これね、 BOD さんにね電話したら購入できたんで買ってきましたね。よかった。ポールね、1個でね、もうテント使えないって辛いですからね。これ単品でね買えました。こういうのがありがたいですね。やっぱりね、単品で買えるのはありがたい。お乳のポールになりますね。これ一本一本の売ってますからね、便利ですよ。ちょっと嬉しそうやな。来い、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 ゾン臭いから止まらへん。お、来た来た、お、来た、お、来た、危ない、飛べんか。あ、手が引っかかったな。待って待って、危ない。はい、今回はね、こちらキャプテンスタックさんのね2段テーブルを買ってきましたよ。新商品だったんでね、めちゃくちゃ興味あって買っちゃいました。焚き火周りで使うテーブルになりますね。だからね、耐熱になります。入っているものはね、この2点だけになりますね。組み立てるのもね、めちゃくちゃ簡単。これ上げて、これですね、ほらね、へこみがあるんでそこに引っ掛けるだけですね。ほら、これ自体もね、この地べたに置いて使うこともできます。ここにね、ちゃんと足がついてるんで、これここに引っ掛けるだけです。めちゃくちゃいい。これそれぞれのね、使い方によっていろんな使い方ができますね。あ、預け、気づかんかった。預け、気づかんかったか。それは痛いな。ちょ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 。
よし。さあ、一段落したんだね。こちら楽しみにしていたおはぎの方食べていきたいと思いますね。めちゃくちゃ楽しみだったんですよね。パッカリンコ、あーうまそう。手作り感あってめちゃくちゃ美味しそうですね。手作り感とか言いながらめちゃくちゃ機械で作られてたら笑うけど、うまそう。このね、濃厚抹茶飲んでいきたいと思いますね。抹茶がね、合いそうですよね。まあ普通の緑茶でも私十分ですけど。ああこういうのって先にお湯入れてから入れた方が良かったんや。そこに固まる可能性ありますね。ああめっちゃいい香りしてる。あーさっぱりうまい。天気がね、青空になってくれてよかったです。本当に風は相変わらず吹いてますからね。でもね、風の方もちょっと弱まりましたよ。このまま雨降らんでほしい。しかもね、さっきからね、トビが旋回してるんですよ。うわおお、あーびっくりしましたね。ちょっと倒れてきちゃいました。いただいちゃいますね。あれこれもしかして、あんこ入ってる、よかった。これね、きな粉はあんこ絶対必要です。うん、きな粉うまっ。案外ね、この餅多めですね。餅多めであんこちょっと少なめですね。でもこれさっぱりして、またこれも美味しい。うん、なんでこうなるかな、ほんまに。今日の天気予報はね、晴れなはずなんですよ。天気予報ってほんとわからないですね。毎回言ってるような気がする。風はね、強いようなこと言ってたんで覚悟してたんですけど、これはないわ。はい、今からね、晩ご飯の用意していきたいと思いますね。今日はね、焼き鳥になりますからね。焼き鳥のね、ちょっと当てていうかね、ちょっとこのね、新玉が売ってたんで、この新玉をね、ポン酢で食べていきたいと思いますね。美味しい、さっぱり美味しいんですよね。新玉ってめちゃくちゃ美味しいんですよ。全然違う。この新玉はね、生でも美味しいですからね。これ水にさらしてね、置いときますね。はあ、うまそう。新玉の季節がやってきましたね。キャンプにとっていい季節ですよ、今からは。でも今日はね、体がめちゃくちゃ冷えちゃってね、さっき着替えました。寒すぎて、さっきからねみぞれが降ってるんですよ。
ほんとせっかく琵琶湖の方に来たのに、しかもワンチャンサイトね、走れるのにドロドロになったらね、走りにくいですからね。今日の方はね、こちらフードの方ね、ダイソーさんで買ってきましたね。お乳です。お乳、ほらダイソーさんでね、いい感じの売ってたんですよね。でもね、これねラミネートしてるのがね、めちゃくちゃ剥がすの大変だった。一枚一枚ねナイロンでねラミネートみたいなされてましたからね、それを剥がすのがめちゃくちゃ大変でしたね。2個買ってね、これねちょっと足しましたね。2枚分足して10枚にしました。安いからこそできますね。あー、お腹空いた。もうお腹すくすぎやわ。いい感じ。今日の方はね、この着火剤の方を使ってねつけていきたいと思いますね。この着火剤ね、このする薬です。ここがねダメになっちゃってね、もうどんだけ吸ってもねダメになっちゃいました。先にこれがなくなる前にね、ここのするとこがダメになっちゃった。なんでちょっと直に火つけていきますね。よっしゃよっしゃ、オッケーオッケー。ウォー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 、すっげえ燃えるかなこれ。よいしょ、囲んでと。この台ね、かなり気に入りましたね。いい感じやわ。勝手正解。ああ、あったけ。またね降ってきましたよ。降ったりやんだり、ほんと大変やわ。雨になってきた。しかも、はあ、せっかく晴れるっていうからドッグランの場所を選んだのね。もう雨や、大雨や雨や言ったら雨、みぞれになってきた雨よりひどくなったし、かなんかわしが雨や言った途端、よりひどくなったし、なぜじゃ、なぜなんじゃ。さあ今日のね焼き鳥の方、こちらになりますね。手羽先と軟骨と野源軟骨になりますね。あとこちらですね、このネギマの方がね、売ってるやつ買ってきました。ネギマとこちら鶏とね、ニンニクって書いてましたね。ニンニクが刺さってます。あと心臓と砂ずりなんですけど、心臓と砂ずりはね売ってなかったんで、昨日の晩にね仕込んできました。もうめちゃくちゃ大変でしたね、これめちゃくちゃ大変やった、本当に。でもね、美味しそうにできたんで、さあ今から焼いて食べてきますよ。これ絶対美味しいでしょこれ。よし、それじゃあね焼いていきたいと思います。あー、これ楽しみ、久しぶりですわこれ。最高なんよね本当に。このニンニクも焼いてみようか。ニンニクってどんな感じなんやろ。油がいい感じに落ち出しましたね。最高やわ。雨が邪魔してくるわ。せっかくね、この油が落ちる音を聞いてほしいのに。おー、うまそう。これ見て、ほら。
いい感じになってきてる。雨の音ばっかりやんかこれ。雨の音めちゃくちゃ入っちゃうわこんな。ほんと困ったちゃんやわほんま。あーうまそう。あこっちの方まだやな。あー油がねめちゃくちゃ落ちてますよ。うまそう。やっぱりうまそう。あめちゃくちゃうまそうこれ。やばい。今回は最初はねもうね塩で食べちゃいますね。シンプルイズベストのね塩で食べていってみます。最高やわこれ。絶対うまいやつや。ちょっと入れ替えよう。塩の方もねいってきます。こっちに移動させてね。よいしょ。この鉄板はね熱くなってるんでね、ここあちあちになってるんでめちゃくちゃいいですよこの焼き方。これだとね冷えずにね熱々で食べれます。そして今の間にまたねセットしておきますね。鶏の方セットしておきます。よし食べてきますね。うまそう。あった。あおめちゃくちゃうまい。めっちゃジューシーですね。最高。うまい。ネギうまいわねこれ。あ、赤。あ、これニンニク。これ。ホクホクのニンニクもうまいっすよ。これ最高やな。やっぱりビールいるわっていうか開けてね、ま、いただきますも言ってね。今日のは金麦になりますね。よっしゃ。おーうまそう。おっしゃ。あーあ、こっ、うん、ああうまいわこれ。最高やわ。焼きながらのねこれ。もう焼けてるわこれも。たまりませんね。しかも暑い。赤。もう。うん。もう心臓も焼けた。心臓とね、ズリの方を焼いちゃってますね。心臓とズリね、ちょっと焼きすぎたんで、ちょっとおろしちゃいます。よし、もっと焼いていこう。うまそう。よし、まずはズリ食べちゃおう。よし、まずはね、ズリの方食べていきますよ。私、ね、これ下処理してきたんですよ。大変やった。心臓とね、ズリは下処理大変でした。これね、油が落ちて、この火が出るのが辛いですね。火が出るとどうしてもね串が焼けちゃうんでね。さあズリ食べちゃいますね。あ、あ、甘く感じる。サクサク、うまっ。あーうまっ。砂ズリめちゃくちゃビールやろこれ。よし、あちゃあちゃ。心臓の方ね、タレつけていきますね。タレつけて食べていきます。うまそう、うまそう。これでタレがまた、これこっちはね
ずりですからね。師匠です。もういいやこれ。いいやいいや。もう心臓の方できたんでね。もう、もう心臓食べちゃいますよ。私心臓大好きなんでね。もうまたこれうまいわ。心臓めちゃくちゃうまい。最高ですよこれ。よし焼いていこう。原軟骨もね、これね塩で食ったらめちゃくちゃうまい。これ本当。そしてねこのタレにね油が混ざってるのかけちゃいますよ。ちょっとねただのタレよりねこれ油が入ってるタレの方が断然美味しいですからね。これ小学生の私は気づいたことですね。これただのタレをかけてもねそんなに美味しくないですよ。油が入ることによってめちゃくちゃ美味しくなります。さあこれね焼き鳥屋に行ったらね私大概ね食べるんですよ。焼き鳥丼食べてきますよ。よっしゃこれぞね炭水化物のコラボですよね。もちろんうま。そして米、うまっ。めちゃくちゃうまい。またこのニンニクパンチがすごいわ。焼き鳥丼にこの米いいわ。焼き鳥丼に米じゃないこのニンニクいいね。めちゃくちゃうまい。あーうめえ。うめえわ。うまそううまそうやないかい。めちゃくちゃうまそう。よだれ出ちゃいますね。こいつにはねマキシマムかけて食べていきたいと思います。お腹もだんだん満たされてきてます。そして雨はまだ降ってますね。明日はやんでほしいな。これいつまで降るんやろ。ちょっと天気予報見てみましょう。ちょっとね水分が飛んでうまそうですね。これめちゃくちゃ柔らかいですよね。うまそうやわこれ。絹の厚揚げって書いてもだからやわ。マキシマムをねかけちゃいますね。どっさりこれマキシマムがいい味出してくれるんすよ。またこれね手羽元にはマキシマムやなこれ、よし新玉とね新玉、すごい新玉乗せてみよう。これうまそうやなこれ。普通に大根おろしでもうまいからなんか美味しそうですね。新玉ちゃんうまいから。そしてポン酢かけちゃいます。こっちもポン酢かけとこう。よしそれではね食べてきますよ。あ、うん、あかん中のあこあ新玉がめちゃくちゃいい仕事しますよこれ。さっきはねちょっとでかすぎたわ。これの半分ぐらいでいいですね。この半分を食べて新玉いっちゃおう。うん、うん、うまっ。手羽先も食べちゃおう。ジューシーマキシマム。これぞマキシマムのうまみ。
匂いに釣られて出てきた。ゆず、よし、ゆずちゃんたちはね、牛焼いてたんで牛肉あげたいと思いますね。よし、ゆずスピン、スピン、よし、スピン、よし、スピン、よし、よし、焼き鳥抜けちゃうよ。よし、もうないや。私の焼き鳥ももうすぐなくなる。もう終了。今になって雨止んだみたいです。明日は晴れかな。もうね、カモミール飲んでリラックスしてますね。あー、よかった、今日も終わってね。雨かね、雨降ってたけど、雨みぞれかな、降ってたけど、まあなんとかねなりました。よかった。あとは寝るだけですね。そうそう、今日ね買ってきたキャプテンスタッグさんのね、この2段のテーブルです。かなり良かったですよ。やっぱりね、このもっと焚き火とかをするとね、鉄板とかね、いろんな熱々のあちあちなものをね、この置くところに困りますからね、耐熱のねこのテーブルがあるとかなり助かります。しかもいろんなものかけたりね、買ってよかったけど、ちょっとでも高いな。もうちょっと安くしてほしかったですね。まあでも物は良かったかもしれません。